とりあえずナルメアを使う前に至極の指輪を一つまみ、はい、トン。届きますように。まあ30%だけど微妙かもな。ということで、どうも皆さん、こんにちは、ミザです。本日はですね、こちらのナルメアを使用していきたいなというふうに思っております。クリスマスの新バージョンになってるんだけど、特徴的なのは、ニアビ、ね。ダメージアビリティが自動的に発動するよっていうふうに持ってる、まあ、ニアビプラスサポアビと、あと3アビ、全体かばうプラス、火ダメ 99% 反射。プラス攻撃大幅アップっていう、まあ、とんでもねなんかアビリティモリモリ性能の3アビなんですけれども、まあ、今回はこちらの方をちょっと触っていきたいなというふうに思っております。ちょっとじゃあまず性能を改めて見直してみようか。奥義効果が自分にカウンター、回避火ダメのカウンターがついてて、で1アビの追撃効果、これ8割だっけ、とんでもねえ数字してんだよね。でカウンター、回避火ダメカウンターで、この回避火ダメカウンターついてるとき TA 確定するんだよ。すごいよね。今までというか昔の闇のナルメアってさ、3アビの反骨ついた時にトリプルアタックする時にお祈りしてたんですよ、ナルメア実装当初って。うん、だから、まあ、あれだよね、ケル探検、ケルベロスの探検とか入れて DA 率上げて運ゲーをするみたいな、むしろそんな感じだったんだけど、今はもう1アビ使ったら追撃プラス TA して、で攻撃大幅アップは1ターンでね、すごいことになってますね、アビリティがね。で、ニアビが、敵に8回土ダメと自分の HP 回復、それと発想レベルっていうのが2上昇します。で、サポアビが自分に全体かばう、プラス火ダメの 99% 反射、攻撃大幅アップ。で、攻撃大幅アップは1ターンになってますので、ニアビを使った後にトリプルアタックとかしても、逸話が発動する、が発動する感じだね。ウーノのニアビみたいな感じだな。うん。で、まあ、かばう全体だから、今回は、まあ、ちょっと相手は後でお話ししようか。で、サポートアビリティが、乱れ誇張。カウンター発動時、発想レベルが上昇。最大8と。で、カウンター効果が付与されているとき、自分が必ずトリプルアタックをする。で、発想レベルに応じて攻防がアップしていくよと。で、サポアビ2個目が、ガッツ効果。一度だけ戦闘不能ならず、HP 値で耐える。まあ、これ闇のナルメアも持ってたね。で、発想レベルが8のとき、非ターゲット時に、天下、経過。うん、これが、自動発動しますと。ニアビだね。ニアビが自動発動するよっていうような状態になってます。で、まあ今回のお相手種は、プロトバハムートでいきたいなというふうに思ってます。はい。弱バハですね。で、破局を、まあソロしたいなと思ってるんだけど、破局を数消したいっていう感じですね。いや、これによってその破局を数消して、まあ、それでちょっとこうナルメアの強さっていうようなやつをしっかりと見ていければなというふうに思っております。それじゃあ早速実際にどんな感じになるか行ってみたいと思います。レッツゴー。はい、じゃあ行きまーす。まあ、ナルメアだけど、LB で敵対心アップがあるんだけど、敵対心アップは振っといた方がいいかなっていうのが、まあ、とりあえずの印象だね。ちょっと行きましょうか。これで1アビで、あ、復帰入ったね。ラッキーラッキー。これで、まあ、最初がカウンターあるから、まあ、ナルメアってどうせ1アビでなんかあれするしね。ちょっとこれは最初は相手が変な技使ってくるんで、一度ちょっとこれでお茶を濁しましょうか。はい。で、1アビは奥義ゲージを 30% 消費するっていうデメリットを持ってるんですけれども、奥義ゲージを 100% 消費することで1アビの効果時間が延長するよっていうような性能してるんで、ちょっとそれも見てみようか。これで解除して、で、これで次必ず奥義ゲージ 100% になるね。はい、これで奥義ゲージが 100% になります。まあ、ちょっと他のキャラと比べると現状火力は低めなんだけど、点火レベル、カウンターを発動させたり、ニアビを使っていくと発動する効果によってどんどん強くなっていくよね。で、3アビ使います。これが全体かばう、リフレクト効用。で、ニアビを使うとダメ伸びるよね。そう。137万。もともと80万ぐらいだったのかな。なんだけど、プラス50万で130万出てますね。で、1アビを使います。1アビを使うと大きい 100% 消費。する代わりに、カウンターとか追撃の効果時間が伸びます。これ6ターンになってますね。6ターン。6ターンの間、追撃が8割出るから、ちょっとこれ見て。多分すんげえ火力出ると思う。ニアビで攻防アップ効果もついてるから、これでダメージが、はい。いいダメ出てんね。カインの奥義と合わせて、
いいダメ出てますよこれ。そう、これでカウンターによってまたレベルが上がっていく。今現在レベルは4ですね。最大8になったら自動アビリティが自動発動するんで、早めにちょっとアビリティは発動させたいですね。だから奥義効果のカウンターとかを うまく利用してあげたいなというような感じなんですけれども、こういう時の敵の特殊技火ダメカウンターでもあるんで、火ダメカウンターでもあるっていうことを考えると、ここでちょっと待って、次ゴリラ使ったら追撃4種類つくんか。ゴリラ追撃、カイン追撃、ナルメア一闇追撃、ねえすげえ追撃になるんじゃないか。ちょ、それを見たい。これで追撃効果が全体に付与されて、でこれでナルメアがゴリラで、カウンターついてるからナルメアがゴリラになってた。でこれでトリプルアタックはもう確定するんで、すげえダメ出ると思うよ。おほほほほ、いいねいいね。発想レベルを貯めるのが少しなんかこうちょっとタイミング考えなきゃいけないね。だからナルメアの一闇とナルメアの奥義とかはしっかり考えないと、あれですね、使いこなせなさそうな感じがしますね。これで、レベルが7となっております。7となってて、でカウンターをつけるためにこれもう一闇使っちゃおうか。これでレギンとか使ってきたら、これで敵がレギンとか使ってきたら発想レベルは8になるんじゃないかな。これでアルカディア雑誌ね、これ全体で火ダメカウンターが発動する。これで発想レベルが8になりました。だからニアビがもうすでにターゲッティング、ターゲットを食らった状態になった瞬間にニアビが自動で発動するっていうような感じになってます。はい、だからこれによってもう攻撃を食らえば食らうほど自身の HP を回復し、おい、自身の HP を回復しながら敵にダメージをカウンターで当てていく。だからアテナは防御ダウンを追加してたじゃん、ニアビで。なんだけどテトラドラクマでね、ナルメアは自分の HP を回復しながらダメージを与えていくみたいな。だから結構敵対心アップとかを振る理由があるんだよね。敵対心アップを振ったとしてもデメリットになりづらい、っていうのがナルメアのメリットかな。自分の HP は勝手に回復と、こうやってターゲットになった瞬間にこう毎回これが発動するのが固定になります。でバフのレベルでもやっぱバフ8溜まった時の火力の高さやばくない？今見た？なんかオクトードよりカインより火力やっぱ高かったわ。33万じゃん今主人公のダメが。33万なんだけどナルメアのスナグリが40だよね。だからこれがサポートアビリティのバフのスタックによる火力上昇でしょ多分。すごいな、めちゃくちゃ火力高くなってますねという感じになってて、長期戦になればなるほどその力を発揮するよっていうようなキャラクターになってます。じゃあちょっとここから肝心のさ破局受けに行っていい？破局を受けに行ってみましょう。破局を3アビが全体カバウになってるから破局を全て受けることができるんだよね。っていうところで、そこがすげえ魅力的な部分にもなってんじゃねえかなと。今後のマルチバトル、例えばルシファー HL とかも全体カバウでしっかりと受けて、さらに 99% カットだから、99% 反射なんですよ。で 99% 反射ってダメかも併用してるんで、それによってもうナルメアはめちゃくちゃ勝てんじゃねえかなっていうような感じですね。でちなみにちょっとここでダメージ見てみようか。これで、これのダメを見てみましょう。はい、96万いいダメ出てるね。でこのレギン全部受けてくれるじゃん。ほらダメージが1なのよ。こんな感じなのよ 99% 反射って。そんなレベルになってるんで、ちょっとなんか破局を受けるのも楽しみになってます。じゃあちょっと飛ばしていきましょう。はい、今現在の HP が 28% となってます。この状態でナルメアの3アビ全体カバーですね。で追撃入れて、ちょっとダメージ重ねつつ、ちょっと様子見てみましょうか。これで 25% の破局をナルメアがお姉ちゃん力で全て吸ってくれるんですよ。そう、これでお姉ちゃん力で全て吸ってくれつつ、さらに耐えることすら生きてると思うんだよね。これおそらく生きてるよ。ナルメアが落ちるってことはおそらくないっていうぐらいのパワーを持ってるんですよ。見てみます。これここマジだから。これでアースデトネーション食らうんですが、これで大いなる破局発動よ。ここでこうビーって全部吸うわけ、全部吸うけど
ああでも2万8000は食らうんだね。やっぱ破局自体が痛えから、そこが結構つれえところではあったんだ。ちょっと火力、元火力が超高えから、そこを受けるのは難しかったらしい。ただ、ガッツ効果ついてましたね。ナルメア自身にガッツ効果がついてるから、それによる受けで、あれだね。かなり生き残ってくれましたね。はい。というような感じでございました。まあ、破局も受けられはする。ただ、ちょっとなんかこう、デメリットがでかい感じだな。まあそんな使わんやろっていう感じはあるけどね。ナルメアのこういう受け方をそんなしてんやろってことはあると思うんだけど、まあ例えばだけど、まあ次のリバイアサンマリスとかのダイダルフォールとかを食らった、それを受けなきゃいけないよみたいな感じになった時に、そのナルメアカウンターが発動し、ニヤビが発動し、まあ、ここで HP が回復してくれるから、で立て直しも、全然可能性あると。立て直しとかも全然考えられますよっていうのが、あれですね。そうですね。はい、これで、これもしかしてあれだった、あれこれ破局来ねえよな、さすがに。これさすがに破局来ねえよな。あ、そうだよね、レギンレイブ落ちるか、落ちるか、落ちるのか、落ちてしまうのか。いけろ、そなたは美しい。 OK、 これでバハムートで落としますか。はい、対戦ありがとうございました。やべ、一番残った。やべ。まあ、そういう風に考えると、なんかこう、いいんじゃないのかなと、かなり魅力的な性能してんじゃねえのかなという、まあ。はい、という感じですね。カイムが頑張る。カイムが頑張るんだ。これで、グラウンドイラプトからの、いけ！スペードトリック。ニヤビ行きなさい。オネショタが始まってるから、オネショタで締めた最後、マギサとカイムのという感じです。はい、夜はこれからよという感じでございました。まあナルメアね、まあ全体かばうっていう時点である程度役割は持てるかなというような印象なんだけど、まあ土版のアテナみたいな感じだよな。土版アテナというようなところで、フルオート放置編成とかもなんか魅力的になりそうかなっていうところで、まあちょっとなんかいい性能してるなというのがとりあえずの印象でした。で LB の敵対心だけど、これ3振った方がいいかもしんないね。敵対心もうちょっとダメ吸えるな、少なくともプロバハに関しては。なんで敵対心俺とりあえず1でいいやと思って1振ってみたけど、3とかの方が良かったかもしれないです。まあアビリティダメージ特化っていうのも全然ナルメアに関しては考えられそうかなというところで、ニアビがめちゃくちゃ発動するからね。ね、まあ現状、少なくとも現状の話なんだけど、まあこの支配の天秤編成、ハイランダー編成とかを土属性はよく組むような感じだから、まあそういうところも考えるとね、まあナルメアもアビダメ運用型の土パみたいなのも可能性としてあり得るかもしれないし、まあ1アビ使えばトリプルアタック確定の超追撃も発動させられるしみたいな。受けが広いよね、受けが広いってポケモンじゃねえんだから。まあいろいろな様々な用途でちょっと可能性がありそうな感じを、醸し出しているような気がしましたという感じのナルメアを評価する動画でした。それじゃ皆さんまたお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。